あー、いるな、そこに。これが厄介なんですよね。来るぞ。なんか出してくる。はい、移動。やばいやばいやばい。80%。やっぱ。ちょっと待って。68。ここでは出せない。ここですね。ちょっと手前で降りた方が良さそうだな。はい。ここもなんかありそうだけどな。ここですね。建物の外で出るか、はい、あのまま入っちゃいましょうか。よいしょ、いた。来ましたね。とりあえず前回の続きだな。あー、やっぱブルーが必要になってくんだから、1個しかないですからね、ブルー。とりあえず1個。あー、ロボット入ってこれそうですけどね。おお、ちょっと前見えちゃったけど。これイオンの塊じゃないかな。あ、塊ですね。やっぱロボ持ってこなきゃダメだ。でかっ。あー、すごいすごい。ちょっとロボ持ってきましょうか。あ、でもバグりそうだからな。ん？またなんかいろいろ飾ってある。何これ、何これ。エイリアンレリック。ん？あれか。エイリアンのものか。これ作れないのかな。データバンクアンロックされてるけど。ん？あ？攻撃された？あ？あ、これ攻撃してくんの？結構広いな。うわわわ。あんま刺激しない方がいいですね。こっち側から見ていくか。青のやつありそうですけどね。広っ。あ、またゲートがあるのか、ここ。あ、2個あるな。とりあえず1個ゲートがあった。これすごい数ゲートありそうだな。あ、こっちは工場だ。何これ。あー、やっぱこの惑星のものは全部作られたのか研究されてるのか、すごいな。エンパーエッグ8プロジェクトデータ、気持ち悪いですね。あ、でも見たことある卵が多いな。これ割って持って帰りたいけどな。標本ですね、卵の。こんなに種類あんのか。この水槽が欲しいですよね、卵を育てる。あ、またここにもある。すごい量あるな。全部ちゃんと違うとこへワープするんだろうか。はい。あ、あの牛の側になんかあるじゃないですか。これは何？
ペラープロジェクトデータ。はあ、帝国なのここは。うん、また研究施設かなんかかな。何これ、これ何、リバイアさん、フェッツ、これリバイアさんなの。あー、あのすごいでかいやつだ、さっき火吹いてきた、これそれの子供か。あ、リバイアさんエッグもある、育てられるのかな、じゃあとりあえずここはこんな感じでしたね。次、左側見てきましょうか。手前から見てこう。あ、これも見てきましょうか。アンエーシェントアースブレード。アースブレード、地球の刀？ん？なんか炎吹いてきて、ちょっと待って。外から攻撃されてる、もしかして。これ炎が燃えてるぞ。銃みたいな、ライフルみたいのもありますね。なんか文明の象徴というか武器がいろいろ展示されてる感じだ。博物館かここは。サブナチカはもしかして猿の惑星落ちなのかなあー、やっぱここもこれだ。4箇所あんのかこれ全部で。ここは工場かな？あー、何これ？あ、これ記事で見たやつだ。これ公式の記事に載ってましたね。このなんか。わー、でっかい水槽。あ、これをエイリアンパイプ。あ、これはデータバンカー。ここは水槽なんですかね、でっかい。エイリアンパイプ。今後作れそうだけどな。あ、これ中に魚が吸い込まれてきてんな。ここで収集してんのか。で、ここがまたさらに奥へ行くやつか。これブルーですよね。ああ、そうだ。ブルーが、あと2つぐらい作っといた方がいいな。とりあえずこれを採取して、一度ワープゾーンも解除しちゃうか。ワープほんとかなり多いですね。とりあえずこのイオンは収集して、ワープゾーン全部解除して、どこつながってるか見ときましょう。ちょっと上がんないで、上がんないで、ちょっと。どこかな、ここで。ん？ん？なんか起きた。え？もしかしてこれずっとまたイオンが作られるやつだ。発生装置ですね。すご。あ、無限に取れるってこと？ここで待っとけば。これめちゃくちゃいいじゃないですか。これ欲しいな。これすごいじゃないですか。無限に作れる。とりあえずその間に一度、それぞれの場所見てくるか。4つありますからね。はい。ほい。
とりあえず移動。どこ行くんだろう。今まで行ったとこかな。で、全然知らないとこだな、これまた。どっかの島？あれ、ロボがいるな。これもいる。どこの島だろう、これ。やっぱ、どっかしらの島に全部つながってるんですね。え、島じゃない、これ。水中だ。あー、こういうことか。神殿、海底の場所か。なるほど。あ、やっぱあそこに来ちゃうと便利だな。移動が楽になるのか、これ。どっかの海底にこういう場所があったんですね。島へ行くんだったらそこであれしたいですね。一応保存もこまめにしときましょうね。いつバグるかわかんないんで。さあ、2つ目ですね。あ、やっぱ島だ。島というか、あ、これ、あ、地獄の入り口すぐ近くだ。あ、帰り、こっから帰るとすごいショートカットできるかも。リヴァイアさんの海があっちで。あ、でも結構遠いか。1800。地獄の入り口のすぐ近くにあった、これ。地上ですよね。ああ、これ溶けるやつか。なるほど。ああ、滝の裏に隠れてる。ああ、ここどこだ。あ、このこっから帰った方が楽ですね。あ、やば、ゴーストリーパーがいる。やばいですね。戻ろう。こんなところにあったんだ。いやー、これほんと便利だな。はい、3つ目ですね。お、来た。リヴァイアさんの海の近く。ほんと各方面に1個ずつある形ですね。キノコの森の家がめちゃくちゃ近いな。162m か。だから、あそこ何にも設備置いてないからな。ああ、ただ、これ多分いい具合に資源採取ができる場所になってんだろうな。いやー、でも分かりにくい。これ探すのは確かに大変だろうな。多分大丈夫でしょ。ん？あ、入った。びっくりした。なんかいつもと入り方が違った。はい。最後の4つ目ですね。イオンバッテリーもできますね。起きた。あ、オーロラ基地から 1000m。はいはい。あ、いいじゃないですか。てかもうここら辺から上がって、やってってもいいな。なんだこれ。埋もれてんのか。ロボが通れるかな、ここ。オーロラ基地行けんだったらオーロラ基地で水とか取ってきたいですけどね。うわ、ちょっと待って。ガン待ちしてるんですけど、これ。入ってきた、入ってきた、入ってきた。嘘でしょ。入ってこれんの、それ。それ入っちゃまずいでしょ。いや、リサーチしよう。まあ、入ってこれんの、この人たちは。地上倒せるかな。お、い
生きがいいな。あれ反応しない。なんで入ってきたのこれ。ん？ああこれもいんのか。ついでにじゃあボーン。あこれリサーチしてもすぐアップデート来るとなんかリセットされたりするんですよね。ボーンシャーク怒ってる怒ってる。あこれ何の鉱石だ。あーイオンか。うわでもここめちゃくちゃ多いところか。待ってこれ邪魔かも。非常に邪魔ですね。いけるかな。戻れなくなったんですけどこれ。ちょっと待ってもう勘弁してこれ倒せないかな。ちょっと押し出してでもいいからどかさないと。気持ち悪いこれ。飛ばすやつ持ってきてないんですよね。あこっちから行けるかな。危な。なんとか出れた。なるほどこんな感じになってんのか。